平成20年7月12日に阿蘇の司ビラパークホテルにて阿蘇グリーンストックが主催する野焼き支援ボランティア活動10周年記念シンポジウムが行われました。野焼き支援ボランティア活動は平成11年の春に110名の人々の活動によって始められ、今では九州内外から年間2000名近くの方々が参加し、約5000ヘクタールもの草原を守っています。基調講演では阿蘇の魅力は共同の魅力と題し、高橋義隆氏が昔の農村の風景や草原の維持、そして保全や自然再生の取り組みについて語りました。パネルディスカッションではこれからの阿蘇の草原保全についてコーディネーターを高橋氏、パネリストに野焼き支援ボランティアの代表の方や環境省の職員の方々がそれぞれの意見や考えを話し合いました。今後も野焼き支援ボランティアの方々の手により阿蘇の草原は美しく保たれていくでしょう。